どうもピカル高木です。ピカー。僕が山梨住みます芸人の時に、山梨の番組に霊能力者さんが来られてて、それの打ち合わせで演者さんとかスタッフさんが全員集まってたんですけども、その時に霊能力者さんがその肩についている守護霊が見えますって言い出して、で一人一人言い当てていったんですよ。あなたはこういった侍がついてますね、あなたにはこういう感じの侍がついてます、あなたは武田家ゆかりの、なんかそういった方たちをお守りしてた霊がついておりますって言って一人一人当てて、で僕の時だけ、あれあなたにはちょっと違う感じの霊がついてますねって言う。え、何ですか、どんな霊がついてるんですかって来たら、あなたは日本全国回って子供たちに飴を配ってたおじさんがついてますって言われました。ふにゅー、僕だけの天気、こいつがおいらの神チェー。